はい、近藤陽次郎さんの琥珀、サイズが19センチです。お願いします。はい、まあ、こちらの鯉もですね、まあ、肌、もう質、照りがあって本当にいいものついております。また模様の方がですね、まあ、お花畑といいますか、本当に幾何学的模様というのか変わった模様してまして、まあ、好きな人には、ちょっとたまらない一匹ではないでしょうか。はい、本当にこう、いないですね、こういう模様は。そうですね、なかなかできない模様ですね。はい、それでは横の方もお願いします。何模様っていうのかね、お花畑、ちょっと難しいですね。この際表現してみてください。いやいや、今お花畑って言いました。お花畑じゃないですね。ではないです。すいません。はい、まあ、とにかくちょっと変わった模様ですね。これで質切れがいいんで、まあ、本当教科書模様ではないんですけど、十分見える鯉だと思います。はい、ある意味ありきたりの模様では足らない、ね、方には非常に魅力的な紅白じゃないでしょうか。はい、頭の模様、そして後半の、まあ、ここらのほんと白地がですね、まあ、浮いて見えて本当綺麗だと思います。はい、白地が模様になってるような雰囲気もありますもんね。そうですね。はい、いかがでしょうか。こちら近藤陽次郎さんの琥珀、サイズがこちらは19センチです。ぜひよろしくお願いします。お願いします。